教廷は南宋の第七代皇帝。意味縄のページの代わりに小里編を付けたものを付けた文字。資料によっては類似文字で代用されることもある。土州の四男。病号はないが基礎情報にある競争を姿にあるように教宗とも称される。南宋の第六代皇帝であった旅州の四番目の息子として漢純七年に リンアンの宮殿で生まれた。母は皇后であった前皇后。兄に後に第八代皇帝として即位する液王がいる。長は父の門の飲酒による奉行を受けて、肝淳十年七月、四歳で定位に就いた。また、即位に伴って元号は肝淳から特有へと改元された。リンアンの陥落により退位を余儀なくされる前に二年ほど、君臨した。当初、 彼は幼く、政務を執行する能力がないと考えられたため、聖母の全校大号、当時の上昇家どう祖母の社フ都市公大号が摂政となり、これら三人によって、政務を補佐された。当時の南宋は、北方で勢力を増し、さらには金を滅亡に追い込んでいったモンゴル帝国の侵攻にさらされており、もはや王朝は、風前の灯下というべき状況にまで追い込まれていた。 協定は、結果的に、徳助二年正月のモンゴル軍の攻撃によって、リガン,ンが包囲され、牢状の末に開城したことによって、母と共に、モンゴルに投降したことによって、定位を失った。総王朝の崩壊後、協定は、モンゴルの首都、大都に移り住み、その後、副都であった上都に京を移した。しかし、その後モンゴル帝国の皇帝に即位したクビライは、 総王朝の皇帝下の血筋を残すべきと考え、彼をチベットへ追放した。彼はここで、チベット仏教の仏典を学んだとされている。いたりチ3年5月頃、教廷は、元朝の英宗シデバラによって、自殺を命じられ、結果として死去した。一般的に多くの歴史家は、教廷がシデバラを立腹させたのが原因と考えているが、一方では、シデバラが、 協定を擁立しての反乱を恐れたためとの説も存在する。病号は末主であったためにつけられず、ただ単に協定と呼ばれている。ありがとうございます。